アイガモ農法のために、水田に放たれたアイガモの若鳥アイガモ農法は、水稲作において、アイガモを利用した、原農薬もしくは、無農薬農法のこと。稲作に利用する場合は、アイガモ稲作とも呼ばれる。有機農業の一種でもあるが、アイガモの肉は、畜産物として、食肉処分されるため、畑作と畜産を組み合わせた、複合農業に実態が近い。 アイガモは、毎年田植えの時期に、生まれたてのヒナを購入、包丁し、稲穂が垂れる時期になると捕獲され、食肉用として、処分される。これは、稲穂が垂れる時期になると、アイガモが稲穂を食べてしまうためである。また、飼育が難しいことや、養殖のアイガモを野生に放すことが禁止されているのも、食肉処分の理由となっている。仮に飼育を継続しても、 成長したアイガモは背が高くなってしまい、早い時期から稲穂を食べてしまうので翌年にアイガモを使い回すこともできない。日本には平安時代頃に中国大陸からアヒルやアイガモが渡来し、日本でも課金として定着した。安土桃山時代には女中と番取りを兼ね、豊臣秀吉が水田でのアヒルの放し飼いを奨励したとされる。しかし、 その後の江戸時代には、水金を田に放つ技術は見られなくなった。近代に入ると、資料費の節減などを目的に水金を、水田、河川などで放し飼いにすることが推奨された。ただし、逃亡や獣害を防ぐ必要があるため、実行に移されたかは定かでない。また、戦中、戦後の食糧難の時期には、アヒルなどの水金を日中のみ水田に放す。 複合農業が愛知県や神奈川県で施行されたが、アイガモはまだ用いられていなかった。日中のアイダーヒルを水田で放し飼いにして草や虫を食べさせ、日が暮れるとアイガモを小屋へ移動させる。除草剤の普及や特に稲作に農薬を使うようになった1950年代以降、徐々に衰退した。農家からの聞き取り調査による衰退理由は、除草剤、農薬、 価格肥料の普及、水菌を外敵から防御するのための手間が増加、鴨肉需要が増加しなかったなどが挙げられている。また、アヒルが農薬で死ぬようになったために捨てれたとする、見解もある。1985年、富山県福農町の県業農家、新田清志が、水田の生態系を保つ、無農薬栽培の一環として実用的愛画も、除草法を確立。 新聞、テレビで報道され、日本全国に認知される。1990年3月、新たな地元有志主催の第1回愛イ女モ懇談会が、富山県福光町で開催され、愛イ農法を実践する動きが、日本各地でも見られるようになった。1991年、古野高雄が愛イ水道同自作を確立した。同じ1991年には、 全国アイガモ水道会が設立された。古野の高尾は1988年に富山県の沖田敏夫からアイガモ助走法を教えられ、イノシシ用の電気柵を夜犬用として応用するなど他のアイデアを発展させるとともに独自にこの技術を開発していった。アジアでは昼間にアヒルを放し飼いにし、草や虫を食べさせることは広く行われてきたが、 アイガモ水筒同時作ではアイガモを飼う水田を囲い込み稲作と畜産を同時に行い効率性も獲得した。古野は永続農法のビモリソンと出会い、古野の農法は英語圏でも紹介された。さらに古野はこの技術を中国、韓国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、キューバに電波普及させた。古野は2007年九州大学に 博士論文、アジアの伝統的アヒル水田放しが農法と、アイガモ水道同時作に関する農法論的、比較研究、囲い込みの意義に焦点を当てて、を提出し博士号を取得した。1994年、岸田義郎ラ岡山大学農学部附属産要件、フィールド科学センターは、カモによる水稲穂食害の問題などを抱える、アイガモ農法の研究を開始し、 出水後も水田内でカモ飼育を可能にする生産システムを開発した。1998年からは水菌類の霊日霊ヒナの耐水性を研究、霊日霊ヒナ放し飼システムも開発。2004年にはこの方式の有効性を岡山県北部の寒冷地帯の水田で実証した。2006年から中国チャンス小教科誌で霊。 日米比の花死骸を実験し、生存率は95%という結果を得た。害虫などの防除については、ウンカルやスクミリンゴ骸を顕著に抑制する一方で、スマグロ横骸などに対しては、効果が見られない。農林水産省は、2002年の農薬取締法の改正に際し、アイガモは、雑草も稲も、無分別に接触するために、同法が定義する。 農作物を害する害虫や雑草を防除するものではないという見解を示した。捕食圧北海道大分町のア賀ガ農法による水田と観光水田とを比較したところ、ア賀ガ投入によって水田土壌の巻き上げや攪拌による懸濁物質やリン、糞尿によるアンモニア体窒素及びその酸化による硝酸体窒素が増加し、これは栄養塩類となる。 しかし、松も虫、トンボカアカネ属幼虫、アオイトトンボカ幼虫は、アイガモ水田で減少し、日本アマガエル幼生、土壌か、水虫カは、アイガモ引き上げ後に急増した。これはアイガモによる、捕食圧によるものとされる。外来種アゾラ1993年から、アイガモの餌や、電面被覆による、雑草抑制を目的として、水生シダ類のアゾラを取り入れた。 アゾラ、アイガの農法が行われてきた。アゾラは、生育初期の水筒に付着することで、倒伏の原因にもなる。また、在来種のアカウキクサと、オオアカウキクサは、夏の高温に弱く、2000年には絶滅危惧種とされた。そのため外来種のアゾラが使用されるようになった。しかし、異常増殖や、絶滅危惧種である、在来種の駆逐や交雑による、遺伝的攪乱。 遺伝子汚染など生態系と遺伝的多様性への悪影響が危惧され、2005年6月に外来生物法によって、アカウキクサ族のうちオアカウキクサ武の A マイクロフィラ、A メキシコナ、A カラリニアナを統合したアゾラクリスタータは特定外来生物に指定された。特に北米産の A フィリカロズは日本産オアカウキクサのヤマト型と近縁であり、 日本への導入を避けるべきとされる。なお、アゾラ・クリスタータの天敵は、水の名画である。2011年には、大阪城の堀や岡山県南部のため池などで、水面が赤く染まる現象が観察され、外来種と在来種の交雑による雑種、アゾラが、アゾラ・アイガモ農法による水田から逸出したものとされ、赤浮草類によるアレロパシーが実験で確認されて、おり、 生態系や生物多様性への悪影響、遺伝性汚染が懸念されている。日本では、アイガモの消費量が少ないために出荷ルートの確保も課題となっている。アイガモのヒナの購入代金、捕食されるロスや餌代を差し引くと利益は少ない。買い取り価格が低い理由には、販路が少ないことや処理費が高いことが挙げられる。 中国貴州省の少数民族トン族は水田に魚やアヒルを放つアイガモ農法と同じことを記録上確認できるだけでも1000年以上前から実践しており国連食糧農業機関が世界重要農業遺産システムに認定している。ありがとうございます。